では竹富島星野家さんのお部屋探訪ということで、今回泊まるお部屋は212-212となります。でこれね、こう右と左両方行けるんですけど、右はダメです。神様が通る道と言われているので、必ず左からと。これが沖縄のルールとなっています。でもすでにね、見てください。もうこれ一軒家なんで、すごいもう見えてるんですよ、外から。で、入り口はこのやっぱり左にあるということで、こちら。左のこの扉から入っていきます。そしてこちらがリビングで、最初ねこれがベッドかと思ったら、これ聞いたらソファーなんですよ。はい、もうここで寝れるよね。でソファーの数多すぎ、クッション多すぎということで、そしてこちらがなんか縁側でこういう風にね、窓開けて座ってゆっくりするのもいいかもしれないですね。はい、ゲット堂の先ほどお菓子をもらったりとかしてます。よいしょ。でこちらが洗面台な感じです。おしゃれ。そしてこちらが浴槽、外から丸見えだけど、まあカーテン閉めればねいいかな。はい、こういう感じで。これなんかドライヤーとかはあるの？あ、ドライヤーありますね。パナソニックさん。ティッシュもあって、アルコール除菌もできます。はい、こちらに鏡とか靴のセットがあって、はい、電話がありますね。そしてこちら開けると、じゃじゃーん、ツインのベッド。静かになんか寝れそうな感じでいいですね、もう。はい、こういう感じとなってます。ツインのベッドです。そして空気清浄機もしっかりとついてますね。で、こちら、冷蔵庫は、よいしょ。あ、ちゃんと冷凍。すごい。シャンパンとかついてる。モエとウーロン茶とかね、オリオンビールまであります。水、コーヒーとかもね、ポカリまでありますね。全部冷凍庫個別になってのありがたいね感じですね。こちらがトイレです。はい、綺麗、おしゃれ。ここでちゃんと手も洗えます。そしてこちらが庭となってます。縁側でこう座りながらゆっくりできそうですね。いや、のどか。今日天気がいいからね、めちゃめちゃ青空なんですよ。時の流れがねゆったりと流れてます。では少しこの星野リゾートさんを、星野家さんを探索しましょう。誰もいない。ちょっとじゃあこっちから行きますね。こちらが星野家さんのプールとなってます。なんかカラスの、はい、プールみたいになってるけど大丈夫かな。ちょっと待って、これ入れんの？ほんまに大丈夫？よいしょ。あー、なるほど。まあ入れるんやな、多分。水は綺麗っぽいね。ああ、入ろうかな明日。水着持ってきてるんで。そしてこちらがラウンジとなってます。あ、人がいる。初めて人を見た。泊まってんややっぱり。よいしょ。こちらがラウンジとなってます。はい、シークワーサージュースめっちゃ美味しい。あとパイナップルケーキ食べ放題がめっちゃ美味しいです。
見てください、これ飲み放題食べ放題なんです。このパイナップルケーキめっちゃ美味しいです。これで、もちんすこも美味しい、エビせんべいもある、コーヒーも飲めますよ。一番美味しいのはこのシークワーサージュース、めっちゃ美味しい。こちらがお土産コーナーとなってます。あ、さっきのチンスコーが売ってますね。結構いい値段、竹富島の蜂蜜なんかも売ってます。すごい。あ、ステッカーが貼ってる。すごい、いろいろ売ってますよ。こちらが見晴らし台となってます。よいしょ、ちょっと上がってみましょうか。こちらが星野リゾートさんを一望できる展望台です。これだけの数の宿数があるということですよね。で、奥には石垣島が見えます、ね、いや、今日天気良くて良かったですね、本当に。この後ご飯来ますんで戻ります。今回はインルームダイニングにしました。はい、鉄板焼き、私の大好きなこの、はい、紅芋の天ぷら頼んでます。楽しみです。さあ、星野さん一発目の夜ご飯はお肉ということで、はい、島のお肉が到着しました。これね、塩で食べると、石垣島の塩で食べると最高らしいです。そしてゴーヤチャンプルと紅芋の天ぷら、いただきます。お腹すいた、絶対美味しいはず。いただきます。お腹すいた。お肉ジュージュー、これが美味しいお肉の音です。実は今これ外に出て星を見に来てるんですけど、めちゃめちゃすごいんです。真っ暗の中、こいつ何言ってるんだろうと思うかもしれないですけど、すっごい星、流れ星やばいです。いや、願い事叶えます。すごい、これすごい星、本当に。いやー、すごいわ、これ。プラネタリウムよりすごいですよ、皆さん、本当に。うわー、感動の一夜となりました。このまま、ちょっとね、眺めていきたいと思います。ございます。スイートラベルです。ということで、はい、竹富島2日目の朝、星野リゾートさんからお送りしています。朝現在8時ぐらいなんで、朝ごはん食べに行こうと思います。本来はですね、めちゃめちゃ台風の予想だったんですけど、なんとか晴れてます。台風の場合って入れるん で、昨日の夜とんでもないこの景色、星空が見えました。なんかここ久しぶりにこんな見えることないよというね、体験地の方おっしゃってたぐらい綺麗でした。はい。天の川見えたんですよね。ということで、なんとか天気持ちながら、めちゃめちゃ暑いです、でも。ということで。まず朝ごはん、どんな星野リゾートさんの、星野リゾートさんの朝ごはん、どんな感じか、見に行きたいと思います。はい。もうちょっと起きたばっかりでカミカミですいません。すごいですよ。テレビないんで、なんかね、過ごし方がもうわからないです。
僕みたいなシャカシャカセカセカする人間はちょっとね動き方がわからないですけど、ちょっとじゃあご飯行きます。さあでは朝ご飯行きましょう。あそこから見える見晴らし、今日の朝日も後でお送りします。よいしょ、暑い。明日帰るんですけど、明日の飛行機が本当飛ぶかどうかわからないです。しかもね、台風ね2つ来てます。2つって。なかなかですよ、もう。帰られんかった。結構あさって僕仕事がっつり入ってるんですけど、なんかもう1週間ぐらい帰られんかったらどうしよう。現地の、はい、仕事探すか。これ昨日ご紹介したプールですよ。お腹空いてきたね。朝、昨日の夜結構遅かったんで、朝ごはん早く食べたいけど、がっつり寝てしまいました。よいしょ。プール入りたいね。ちょっと後で入りましょう。さあ、朝ごはんはこちら4種類からになります。よいしょ。めくると、この、島の、何これ。クスシナ、クヌシマ朝食。そして、油脂豆腐。おかゆさん、後ろが洋食ですね。はい、ブレックファースト、シリアルブレックファースト。さあこちらが島のクヌシナ朝食です。すごい色とりどりの一品ずつ綺麗に揃ってます。ご飯はジューシーです。すごい綺麗、なんか食べるのがもったいない。重箱にこうね入ってる感じで。じゃあこちらまずいただきます。そしてこちらが油脂豆腐朝食です。なんかねいろいろと沖縄のこの伝統料理が散りばめてめちゃめちゃ美味しそうです。いただきます。台風が来てるという話してたと思うんですけど、今日の最終便から4日間触れてませんで、竹富島にこのままだと4日間閉じ込まっちゃうので、どうしましょう、ちょっと、ちょっと考えます。こっから4日間船出ないってなると大変、これはもう絶対大変。もう竹富島に4日間いないためになるんですよ。星野リゾートに4日間も入れないので、今日キャンセルして泊まるの。一旦石垣島には戻ろうかな。でも石垣島に泊まるところがあるかどうかですよ。そうなると、いやすごい難しい問題となってきた。絶対出ないとダメね。ここから出ないとダメですよね。竹富島に4日間は入れないので、ちょっと考えます。4日間出ないな、やばい、ちょっと考えましょう。緊急事態、緊急事態。とりあえず水牛車には乗りましょう。水牛に揺られながら考えます。どうするか困ったね。帰れないはちょっと困るね。4日間はあかんね。4日間帰れないよ。なかなかの厳しさです。ちょっと考えます。さあいよいよ出発となりました。台風の中、水牛の旅となります。ちょっと早いな、ちょっと早いな。
さあ一旦竹富港に戻ってきました。風がやっぱすごい、台風の影響でなんかとんでもない台風が来てるらしいんで、もうこれ一旦向こうに見える、はい、石垣本島に戻らないとダメですね。めちゃめちゃ荒れてるんで、はい、一日じゃあキャンセルして戻ってどうしよう。ちょっともうなんかよくわからないです。飛行機も満席なんですよ今日ね。なので今日は一泊するしかないよね。で明日の便が出ればいいんですけど、明日の飛行機飛ばなければもうお手上げです。そもそも今日でも石垣島で泊まれるホテルを探さないため、大変です。自分が悪いか、こんなタイミングで行ってる自分が悪いんで、これは他責にしたらダメ、自分の力でなんとか戻しましょう。頑張ります、考えます、戻ります。まずはじゃあ向こうに見える荷物引き上げないためや。よいしょ、じゃあ一旦ホテル戻ろう。こうなかなかこう誰もいない竹富の港っていうのも珍しいんで、少し取っときましょう。こうやってね、人っ子一人いない、この大荒れた、危ないよ本当に。この時点でこんな風ってことはもう本当やばいよね。天気は今いいんでね、これがどう変わっていくかっていうのはすごいね、不思議ですよね。ということで、なんと帰ることにしました。まずは石垣島に戻ります。まずは石垣島に戻らないと5日間ぐらいこっちにいないとダメということで、それはさすがに無理という判断で、まずは石垣島に戻ります。で、飛行機は取れなかったんで明日の飛行機で帰るんですけど、今日どこに泊まるか今から探します。